するしない？ひなたの部屋。今回のゲストは鈴木太郎プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ太郎さん、はい、匠やっていっぱい喋って最後にまた喋らせるって。匠もね、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。どうでした？初めてのその全部こう内容言いながら自分はどうでこうでああしてっていうのもね踏まえて打つっていう、まあじゃあなかなか経験ないと思うんですけど。そうですね、あんな別にどうでもいいってどうでもいいっていう変な言い方、あの言葉 の結果が関係ない麻雀なのに、めちゃめちゃ結果をなんていうか勝ちたかったっていうか、なんていうか、よかったいいみたいな。あんなどうでもいいっていうので終わっちゃうから。どうでもいいって語彙力がね。ねえ、なさすぎるよね、はい、びっくりします。でも相変わらずええ声で。はい。ねえ、太郎さんといえば、このね、あの麻雀も魅力的ですけど、声もね、解説で聞いてても、かなり人気高いんじゃないですか。声は評判いいですね、声は。声も評判いいですよ。まあ、あとね、ちょっともうちょっと面白く喋れればね。え、面白さ欲しいと思ってるんですか？いや、だって大井さんになりたいもん。だってあれは、大井さんだって、なんか全然別ジャンルじゃなくて、面白さが大井さんとは。あっちになりたいんですか？いや、あっちもできたい。ザリガニとか言いたいんですか？ザリガニが。家電に例えたりしたいんですか？いや、ザリガニを言いたいけど、恥ずかしくて言い切れないっていうか。やっぱ。いや、でもね、言い切る人の方が少なそうですけどね。いや、ね、大石さん、やっぱりめちゃめちゃ尊敬、敬意がね。尊敬もしてるし、仲もいいですよね、大石さん、ね。そう、好きなんですよね、やっぱりね。まあでも、太郎さんは解説でもね、そう、面白いし、なんかこう、麻雀プロの目線からいくと、あの打ち方に憧れてる選手が、私の周りでもかなり多いんですよ。それは、あの、泣きのバランスもそうですし、面前の思考。で、意外と本当喋ってもらうと漫画への意識はかなり高くてね、あの楽な道だと思うんですよ。あのみんな、うん、なんていうんですかね、局面局面で、うん、局面に合わせて打とうとしてるじゃないですか。それがまあそれも一つの方法だと思うんですけど、結構茨の道なんですよ、うん、僕はどっちかというと打点の価値で、手の価値でここですね、ここを最重視して、うんうん、手の価値を高めることによって媒体生きる 手組みを目指してるんですよ。自分がこれ押すには納得いく手っていうのを作れてるからこそ、はい、方が楽だし、うん、結構合ってるような気がするんですよね。やっぱ降りたらその局面って多いんで、で押し引きの微妙なバランスを測るのって結構難しいんですよ。で、例えば小林豪さんみたいな道って、うん、結構微妙なバランスを測りながら、あのこう綱渡り的な感じでやっていくのって結構難しいんですよ。だから手配の価値だけ上げちゃえば、大体生き得みたいな状況を作った方がやりやすいし、うん、たまにそれでも降りるとこ見せれればね、いいかなみたいなね。すごい、もう一緒に打ったこと何度かあるんですけど、もうなんかいつも目立ってますよね。僕、太郎ですそういう諦めない気持ち、そう諦めない気持ちが、どうたくさんにその鈴木太郎という圧で来る感じ。ちょっとこれ一緒に打った人じゃないと分かんないかもしれないんですけど、いつでも太郎さんを感じてる。まあそれは園田健さんとかも一緒なんですよね。僕ここにいるよっていう場面が多い。それが普通だと思うんですけどね。そう、それが普通になりきれない打ち手の方が多いですけどね。でも麻雀とかたまに初心者の人とか教えると、やっぱりあんまり早く降りを押しすぎちゃうとダメなんですよね、うん、そうなんですか。で、結構上級者になると降りるから、うん、まあ、上級者ほどリスクを負わない選択するじゃないですか、うんうんうん、降りを覚えて手組を降り手首にしてみたいになると、初心者のうちからそれ覚えちゃうと全然強くならない、はい、そうなんだ。だって攻める手順がしっかりしないと、やっぱり危険度の濃淡みたいな、うんうんうん、同じ無筋だけでこっちの方がちょっと危険、こっちの方がちょっと取りやすいとかの差が分かんなくなっちゃうんですよね、うんうん、細かい手順から起こりうるパターン数、まあのいろんなパターンの中から濃淡が分かる人は、このパターンはないっていう、多少消去はできるんですよ。全部は消去できなくても限定はできしきれないけど、多少可能性を高めたり、まあ、少なく低くしたり見積もることができるんですけど、その力がつかないんですよ。だから、まあ、神のバランスというと、本当は押すべきところを押さなかったり、
教えちゃいけないところを教えたりする。じゃあ初心者の方とかにアドバイスするってなったら、なんていつも言ってるんですか。とりあえず攻めましょう。おお、降りることよりも前に出て、はい、最終的にはそんな方が強くなる。もし今降り覚えれば、今よりはちょっと強くなると思うんですけど、伸びないんですよ、上に行けなくなる。へえ。だからここを目指すんであれば、もうここまで攻めてこうちょっとずつ。おお。だからでもまあそうですね、一気にこうの伸びていくかもしれないけど、折りを覚えた瞬間多分ちょっと強くなれると思うんですけど、あんまり伸び幅がそこからそれ以上には下がっちゃう。伸び幅がなんか上限が低くなるっていうか、なんかそういう、まあ、低くなるわけではないんでしょうけど。へえ。でもそれいいですね、いいアドバイス。はい、うん、麻雀で一番こうイラッとする瞬間っていつですか。モヤモヤとか一番あーってなる。パワハラ。え、パワハラ。パワハラ、麻雀の話。麻雀パワハラよくあるんですよ。麻雀パワハラ、どんな時のどんなパターンのことですか。あの、まあ、最近はパワハラされなくなってきたんですけど待って、いつのどこで何されてたの昔は、うん、なんかこんなの切っちゃダメだよみたいな。こうでしょとかのそういうやつだ。なるほど。やっぱり普通は怯えちゃうじゃないですか、めっちゃ偉い人に。ねえ、そうよね、先輩とかだったら怖いですよね。そんなとこでそんな来ちゃダメでしょうと、うん、もうあれ僕めちゃくちゃ嫌いで。あ、そうなんだ。まあ、過去にそれやられたトラウマも含めて、うん、そうなんだ。まあ昔はね、うん、若かりし頃でしょ。そう、かなり、まあ、僕はそれに屈しずにいつも歯向かってたから多分先輩とかに、ね、嫌われるタイプなんですけど。可愛くない後輩だったのかな。そうそう。え、プロ歴今年で何年目ですか。何年目ですかね。おそらく村上純と同期なんですよね。あ、じゃあもう20年以上だ。はい、小林剛はそれよりもちょっと、はい、なんか昔のお写真とか結構なんか3人のやつでしょ。あれ出るかな、載せられるな、載せてほしい。あれすごかったですね、みんな可愛かったまああれ出す20年前。誰が出してくる。あれ月刊プロマージャンっていう雑誌の雑誌になってたんだ、はい。あれトレッドバスターズ、今からみんな体重何キロ減ったらやられたのぐらい、すっごいみんな細くて顔もシュッとしててお顔も可愛いんですよ。太郎さんも笑ってる顔がモテたでしょ。いや、モテなかったですけどね。モテ期のピークはいつですか。まだ来てない、これからもある。これからあったらいいな。若い頃ありました。でも僕若い頃、うん、麻雀バカすぎて。あ、そうなんだ。あの、そう、彼女とかいらないと思ってたんですよね。いる、そういう人。もうひたすら麻雀しかやってなくて、多分そう、その頃の方、その頃にもうちょっとなんていうの、彼女欲しい願望が強ければ。でもだ、絶対思ってたし、あの写真だってめちゃくちゃ可愛かったですよ。え、言い寄られた時とかはどうするんですか、向こうから。あの、若い頃は結構、うん、なんかあんま女性経験とかもなくて、うん、シャイだったんですよ。え、シャイボーイだったんですか。若い頃はってないんですけどそう。え、タロさんシャイボーイだったんですか。だから多分そういうの多少あったかもしれないですけど、はい、うん、あの、気づかないふりしちゃう。かわいい漫画みたい。俺別にみたいな感じ。そうそうそうえ、初めて彼女ができた年齢とか聞いても大丈夫ですか。言えないです。言えないの。今までもないってことえ、彼女できた年齢内緒なの。まあ、でもあの多分20代ですね。あ、そうなんだ、はい、じゃあ結構遅めだったんだ。そうですね。じゃあ学生時代は後半のキャラだったんだ、気づかないふりして、はい、かわいい。高校生の時に結構クラスでかわいいって言われて、うん、まあ、一番かわいいって言われた子がいて、うん、いい、僕もいいなと思って。いや、何その甘酸っぱい。ちょっと思ってた時に実は告白されたんですよ。だけど付き合った。なんで断っちゃったんですか。断っちゃった。どうしたらいいか分かんなくて。何歳の時それは。高校17とか10 2年生か1年生かぐらいの時に。そうそう。でもしかも僕成長遅くて幼かったんですよ、基本的に。体の動きは、そう、高校生から背も伸びたしあ、そうなんだ。なんかそういう成長、精神的にも体的にも成長が遅いタイプだったんで、うん、なんかそのついていけなかったというか。なんて断っちゃったの。ね、今思えばもったいない。もったいないですね。え、ごめんねみたいな、付き合えないみたいな。なんか友達に相談はするんですけど。え、来たんだ、かわいい。そしたら友達は
いいんじゃないとか言ったけど、でもなんかね、ちょっとその子が派手な子だったんですよね。で当時僕はやっぱり女の子を美化し、美化、今は美化してないわけじゃないでしょ。なんか、うんうん、続けて。なんか、うん、とっても神秘的なものと捉えすぎて、まあね、わかんないよね。異性なんてもう、ちょっとあの子をめっちゃ可愛いけど、うん、結構派手な子だよみたいなことを周りから情報が入ってきて、それで自分の中でダメにしちゃったんですよ。あ、そうなんだみたいな。僕とじゃあ一緒にやっていけなさそうみたいな。そうそうそう、かわいい。そんなピュアな時代もあったんですね。そうそう、いやでも今思うと絶対もったいないですけどね。まあ、今思えばもったいないことしたな。なんで振ったみたいなね。だって相当でしょ、クラスで一番可愛いか、可愛くて自分も可愛いと思ってた子が自分のこと好きになってくれるなんて、世の中の男性ほぼ経験ない人の方が多いですよ。もうね、あの頃の自分にも叱ってあげたい。戻れるならば、あの時に戻り、付き合えみたいな。あ、でも、それで二十歳過ぎてから彼女もできて、それで、まあ、今も、でも今も女性ファンだってたくさんいるじゃないですか。なんて声かけられることが多いんですか？可愛いとか言われるんですか？いや、最近はなんかね、あったかい、みんな、温かい、ご家族みたいな感じですか？いやいや、温かく応援してくれる人が多くて、はい、うん、ありがたいです。なんか一緒に写真撮ってくださいとか、うんうんうん、いや、めちゃめちゃ嬉しいながらも、ちょっと嬉しくない、振りがしなくなってきたけど。かわいい。あんまり出したくないの、そういうの。いや、なんかね、でもにじみ出ちゃってますよね、笑顔とかでね。そこが太郎さんの良さですけどね。そうですね、うん、まあ、ちょっと最近はおちゃらけてきたかなって。昔は結構硬派だったんですけど、なんかその私はあんまり硬派な太郎さんを逆にあんまりこう一緒に共にしてないので。だって遅いでしょ、入ったの今年9年目ですね。なんで、まあ、もうすげえ、まあ、9年って、だって日向入った時はもう35歳とか大人だ、歳とかでしょ。そうですよね。仲のいい後輩とかいるんですか？後輩で仲いい人は、まあ、いますよ、教会とかにも。なんて方？堀くんとか。あ、また強い方じゃないですか。一緒に麻雀の話ばっかりしてるんですか？もともと僕がお店やってた時に、ね、うん、あのバイトで働いてくれた子だったんですけどね。堀慎吾さんですよね。だから彼がプロになる前からもうしょっちゅう、まあ、僕も麻雀の話めっちゃ好きなんで、彼とは麻雀の話してたんで。すごい強い方ですよね。ちょっと変わってるけど。まあ、そうですね。そうそう。あ、そうなんだ。じゃ、仲いい後輩もいるし、今かなりね、あの麻雀のお仕事もそうですけど、プロ活動もかなり充実されてて。そうです、うん、しかも強い強いって言われてね、本人も多分めっちゃ嬉しいんですよ。いや、太郎さんも充実されてるし。ああ、そうそうそう、2人ともかなり、あの駅伝なんて一緒に出てましたもんね。出てました、うん、いや、そんなね、時代が来るとは思わなかったですよ。今もいろいろ増えましたね。今後どんな風になっていったらいいなとかあります？麻雀会とか。やっぱり僕は麻雀会が一つにまとまって。あ、なるほど、はい、よくね、その意見ありますよね。一個ね、みんなで目指していこうっていう。わかるんですけど、難しいみたいですね。僕はまああまりその運営執行部とかに関わってないんで。そうですね、向いてはいないと思いますね。うまくね、みんなも一つにまとめれたらいいのになってですね、はい、でもそう考えるとどの団体もそうですし、太郎さん仲良くみんなとしてますもんね。そうですね、うん、いや、やっぱり同年代以下は結構仲いいと思う。やっぱり先輩にあんまりいいよく思ったんじゃないかな。いや、そんなこともないんじゃないかしら。気にしてるの？ちょっと気にしてるところあります。かわいい。そうなんですね。いや、でも太郎さんの女性関係の話ってあんまり聞けることないんでね。そんな淡い時代があったことに驚きですけれども、昔に戻りたい。え、何、急にどうしたの？何、どうして、何のカミングアウト？何、いつの何歳の時の、その時、16、17あたり。そうね。悔やみすぎてる。悔やみすぎてる。あんな、さらっと言ったけど、結構戻りたがってるんですか？まあ。じゃあ、麻雀以外のその後悔、後悔してるポイントそこなんですね。まあ、そこは一つのポイントかもしれないですね。でも、その後、別に待ってそんなにすごい悩みが大きいっていうわけでもなさそうですよね。まあ、あんまり悩まないと結構楽天家なんで、うん、あんまり悩まず生きてるんで、
悩みはその場で発散する生き方をしてきたんで、そんなにね後悔も、麻雀に関してはやっぱりかなりうまくいったなっていう、いやだってそんなのタイトルいっぱい残せてこれだけ活躍できる人材って2000人いてねえ何パーよって感じだもんねでも若い頃はもう出る大会全部出てましたからね、うん、やっぱりそうか、しっかりこうチャンスは上に行きたくて、うん、出る大会出るのはね毎回楽しみで、毎本当にどんな大会でも楽しみにして出てましたね。大好きなんですね昔から。最後にゼウスの選択ってどなたが名付けて、どういう由来でゼウスったんですか。何ですかね、それはあの教会に入ったばっかりの頃に、何か外のメディア向けに、はい、教会の事務局の教会の方が考えてくださった、はい、君、今日からゼウスね、まあ、君とは言われないですけど、ね、まあ、多分吉田智弘っていう結果事務局やってた、はいはい、はい、吉田さんがつけてくれたと。ゼウスの選択、それはもう今はかなり広まりましたね。気に入ってます？まあ、ありがたい名前ですよね、うん、なんか、そのゼウスなんて、まあ、おこがましい話ですけど、そんなゼウスの選択なんてね、かっこいいですよね。名前をいただけるだけでも本当ありがたい。キャッチフレーズもいろいろありますからね、その中ではかなり目立って出来のいい、出来のいいキャッチフレーズでございます。その愛のある名前をつけてもらえたなっていう、はい、さあ今日もたくさんお話聞かせてくださってありがとうございました。そしてね、この日向の部屋でもプレゼントがございます。抽選で1名様に今回はなんと赤坂ドリブンズの携帯のスマホケース、スマホケースですね。iPhone の10ですかの、ここに画像が貼られますね。いや、これかっこよくないですか。これかっこいいね、うん、ユニフォームと違い、ユニフォームと違いかっこいい多分、ね、スマホケースは何本は取れるスマホケース、これマジでそう、しかも出来がいいし、ね、あの結構しっかり、あのなんだろう、なんだろう、物自体がいいんでしょ。素材と質感と全部あの色味のやつが合ってて普通にかっこよくて、これね本当におすすめですよね。これに太郎さんのサインをいただきまして、ゼウスってください、そこも選択してください、はい、はい、書いていただきまして、応募フォームから1名様抽選で当たりますから、ぜひこちらもゲットしてください。皆さんよろしくお願いします。太郎さん、いろいろお話聞かせてくださってありがとうございました。また、たくみだったり遊びに来てください。はい、ぜひぜひ今度お肉用意します。あ、いいですね、すいませんありがとうございました。鈴木太郎プロでした。バイバーイ。